スマウラ公園駅は、兵庫県神戸市スマ区一の谷町五丁目にある、山陽電気鉄道本線、スマウラロープウェイの駅。駅番号は、SY07。阪神電鉄の大阪方面からの特急終着駅。かつて阪急電鉄神戸線の列車も当駅まで乗り入れていた。なお、戦前は、スマ東駅間に、一の谷駅と厚森塚駅が設けられていた。 前社は1910年7月11日に開業したが、1943年11月20日に休止し、1946年8月3日に廃止された。後社は1913年5月11日に開業したが、1945年7月20日の休止後、菅浦公園駅の通年営業化に合わせて百四十八年十月一日に、 廃止されている。相対式2面2線のホームを持つ地上駅。駅舎は姫路方面行きホーム側にあり、反対側の神戸方面行きホームへは地下道で連絡している。基本的に窓口は無人化されているが、降楽時やイベント等の時には臨時で配置されることもある。山陽用や駅方に引き上線があり、当駅で折り返す阪神特急。 神戸方面からの山陽普通が使用する。駅構内に売店があり、飲料や菓子、関連グッズなどを販売している。なお、近隣にコンビニエンスストアなどはなく、スマラ山上遊園内の軽食の販売のみである。また、山陽電鉄の駅とスマラロープウェイの駅は隣接している。1998年2月14日までは、阪急列車が、 神戸線所属の6両編成に限って、阪急梅田駅より東駅まで乗り入れていた。姫路側には、引き上線の分岐があるが、本線側が分岐側になっている関係で、通過列車は70キロの速度制限がかかる。また、東駅山陽塩屋駅間は、海岸線沿いを走るのでこの区間はカーブが多い。乗り場番号は設定されず、下り線、上り線と呼称される。 神戸市統計所によると、2013年度の1日平均乗車人員は367人であった。山陽電鉄全49駅中最も利用客が少ない。もともと降落駅であること、それに南北を海と山に挟まれた地形も、相まって人家は駅の北東側にわずかにあるだけである。降落客が利用客の大半を占めることから、当駅の定期券利用者は、 わずかな近隣住民と、スマウラ遊園従業員など、全体の2から3割程度である。同様の傾向は、スマデラ駅でも見られる。以下に、各年の乗車人員を示す。神戸市統計所によると、2013年度の1日平均利用者数は326人であった。このうち乗車人員が197人、降車人員が129人である。 駅北側の八伏山に向け、スマウラロープウェイが運行されている。当駅と西隣の山陽潮屋駅との間で渡る、境川は、旧国の摂津国、張間国の境界をなすことからその名がある。当駅と同じスマ区内にある類似した名称の駅として、西日本旅客鉄道山陽本線のスマ海浜公園駅が当駅から東へ3キロメートルほど離れた位置にある。 阪神9300系スマウラ公園行き先表示。ありがとうございます。